はい、それでは、今日はですね、藤村研究室の、スペシャル企画ということで、特別企画ということで、組織設計事務所の働き方ということに、フォーカスをさせていただきまして、たまたま私が、いくつかのプロジェクトで、ご縁をいただいている山下設計の、皆様に、ご登壇いただきまして、日頃のお仕事のご紹介をいただけたらというふうに思っております。それでは、山下設計の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではですね、最初に恐縮ですが自己紹介をいただけますでしょうか。はい、私がですね山下設計の久保田と申しまして、今役職はですね企画開発部の部長を務めてます。で出身大学は皆様と同じ東京芸術大学ですが、私は建築学科じゃなくてですねデザイン学科の方から建築の世界に入った、変わった形で今会社で仕事をしております。現在は一通り全部いろんな仕事をやってますが、基本的にはコンペプロポーザルを中心とした部署で勤めてますので、そこで藤村先生とも一緒にですね2年前ですかね、仙台の視聴者にも一緒に参加していただいて一緒に取り組んだ経験もございます。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、私よろしくお願いします。いいですか。はい、柴田と申します。私も久保田と同じ企画開発部というところの所属で、主幹です。出身大学は芸大で、2000年の学部卒です。で山下設計には、7年半前に、入社しました。で北海道支社にずっといて、今年の夏に、本社の方に異動になってきました。はい、まだ本社には、慣れきってないような感じなんですけれども、はい、今日はよろしくお願いします。坂本です。私は芸大卒じゃないんですけれども、若手がどういう設計を取り組んでるのかみたいなことを話をしてほしいということで、今日は参加させていただいてます。若手といってももう11年目なので、一通りは経験したかなっていうような状態になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私も坂本くんと同じ同期で11年目の古川です。あんまり男性と女性とすごい違いがあるわけではないんですけれども、ちょっと女性もどういう仕事の働き方をしているかというお話ができればと思っています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは皆様そういうことでそれぞれちょっと世代も違ってそれぞれプロジェクトも取り組んでいらっしゃるキャリアもいろいろだと思うんですけれども、まず会社の概要について少しご紹介いただけるということなのでご紹介いただけますでしょうか。はい、じゃあ私の方から紹介いたします。画面共有いたします。はい、今共有いただけると思います。はい、はい、画面見えてますかね。見えております。はい、じゃあ早速、説明をしていきたいと思いますが、まず、今日の、テーマですけども、組織設計事務所で働くということで、山下設計の場合ということでですね、弊社の山下設計の、仕事について簡単にご紹介いたします。はい。これ割愛いたしますね。まずはじめにですね、山下設計って、どんな会社だろうということで、遡るとですね、まず、ここに写真、古い写真載っておりますが、創設者は山下敏郎
でございます。で、1928年、ですので、今から大体95周年、95年前ということで、今ちょうどですね、うちの会社で95周年って形で、いろんな、外部の方々とですね、チームを作って、いろんな、形で山市設計を振り返る、取り組みを今している最中になります。はい、場所はですね、東京都の中央区の日本橋になります。社員数は、山市設計としては430名ですけども、他の関連グループ含みますと大体700名ぐらいの会社になります。はい。で、社是でございますが、基本的にはここに書いてある通りですね、クライアントへ誠実ということで、高い、構想力、提案力、技術力、こういったもので、クライアントですね、お客さんに対しての信頼を、に応えていくということと、あとさらにですね、求められている以上のものを、提供することによって、お客さんだけではなくて、社会全体に貢献できる、そういった建築を作っていくということを社是として、取り組んでおります。はい。で、業務内容ですけども、基本的には組織設計事務所ですので、建築設計を中心に、管理、都市計画、そして、最近はですね、もう少し川上の方からしっかりと見ていくということで、プロジェクトマネジメントっていう部署も立ち上げてですね、設計以外の様々なお客様に対する関わり方のサービスということを展開して、事業の拡大を図っております。で、ビルディングタイプですけども、官庁施設が基本的に山市設計は、7割ぐらいを占めておりまして、特に庁舎ですね、については、日本で一番実績を持っている会社です。それ以外に、医療関係、福祉関係の建物で、最近は教育施設ですね、小学校、中学校、大学まで、仕事が増えてます。で、それ以外に文化施設で図書館、ホールですね、こういったものが山市設計の仕事の中でウェイトを占めているビルディングタイプになります。はい、で、会社のですね、ですね、本社が今説明しているここが本社ですけども、東京の中央区に対して、さまざまな支社が全国で展開しております。それ以外に、山下設計グループとして、山下 PMC、こちらはコンサルタントを中心とした、専業企業ですね。これが今から25年ぐらい前ですかね、立ち上がって、グループ会社として、進んでいます。それ以外に山下テクノスといって、本社、山下設計で扱えない、小さな規模の建物を中心として、新築、改修などの設計、あと設計管理も含めてやっているということで、グループ会社としてはこの 3つの会社で、運営しているという形になります。ちょっと時代を遡りまして、山下設計がスタートしてですね、一番初めに有名になった建物がこの霞ヶ関ビルといって、1968年ですので、前回の東京オリンピックの4年後ですかね、に出来上がった日本で初めての超高層ビルと言われている建物を手掛けております。はい。今も健在です。で、それ以外にですね、1983年、これもだいぶ前の建物ですけども、東京の日比谷にございます、帝国ホテルのタワーを、設計しています。で、これもですね、今は当たり前ですけども、当時は珍しいホテルと商業とオフィスの複合、高層複合建築ということで、これも日本で初めてこういったコンプレックス型の高層建築を設計してきました。はい。で、現在はですね、帝国ホテルの建て替えが今進んでおりまして、今画面で見えている通りですね、全く違ったテイストのデザインで、今、山下設計と一緒に、共同して作業しておりますデザインアーキテクトとして、谷剛さんが加わってですね、今一緒に設計をしている最中です。で、画面下にございます、帝国ホテルを中心として、その周りに建っている建物ですね。こちらは、
日建設計が、関わっておりまして、まあ、全体外区として山下設計日建 JV という形で、日比谷外区全体のですね、建て替え計画を今現在進行している真っ最中です。これはですね、かなり先の長い話で、全部竣工する、完成するのが2035年だったかな。もう10年以上先になりますが、まあ、そういった仕事もこの段階からもう入って設計をしていくという形になっています。はい。で、一方でですね、こういった小さな建物も作っています。これは米沢市の、文化複合施設で図書館を中心とした施設になりまして、これは BCS 賞といいまして、建築家の中ではとりわけ有名な賞でございますが、この賞に受賞した作品の一つになります。中に入りますと、図書館を中心としたこういった大きな空間がですね、あって、それを囲うように建物が形成されているのがこの建物の特徴になります。構造体も非常に面白くてですね、4本の壁柱で建物の屋根を支えていて、で、外周の方に本棚がございます。こちら側が耐震壁になっていて、基本的にはこの耐震壁と4本の柱で大空間を支えている、そういった構造の特徴を持った建物が評価されてですね、BCS 賞をいただいております。はい。で、近年ではですね、こういった去年、開催されましたオリンピックの水泳競技会場、アクアティクスセンターって言いますが、こちらの設計も当社がやって、弊社がやっております。こちらはですね、まあ、オリンピック施設ですので、必ず竣工を遅らせることなく、作り上げるという、まあ、そういった工期の、非常に厳しい、要求に対して、この大きな屋根をですね、実は地上で全部組み上げて、作り上げて、それをジャッキアップ、リフトアップで持ち上げて、施工したという変わったタイプの、施設になりますが、まあ、こういった施工の工夫もしながら、しっかりオリンピックに間に合わせる施設を、まあ、作りました。まあ、とはいっても、コロナの影響で開催するのはその1年後になるんですけども、2020年に開催されていてもですね、十分竣工に余裕を持って間に合わせたというところで、こういった大きな空間でもですね、変わった施工方法も提案していきながら、作り上げている一つの事例になります。はい。で、こちらもですね、去年ですね、今年オープンしました、立川にあります、グリーンスプリングスという、まあ、大規模な再開発の、施設になります。一街区丸々をですね、再開発をかけて、こういった施設を作っていて、画面上の方にありますのがホールですね。このホールを中心として、中庭を介して商業、で、手前の方にホテルって形で、複合型の、再開発事業として取り組みました。で、この事業の面白いところは、立ちホールディングスっていう、まあ、地元の不動産というか、まあ、地元の、デベロッパーも含めて会社なんですが、都心部に展開される再開発と違って、地域に根付いた施設を作っていくってことをテーマにして、いわゆるその養成技術いっぱいいっぱい建てる建物ではなくてですね、こういった緑の中で、気持ちよくゆったり建てていくってことで、都心にあるような再開発と全く違ったアプローチの仕方で作り上げています。で、さらにですね、この建物のそういった企業の企画の段階から、山下設計がお客さんの中に入り込んでですね、企画、設計、設計管理、運営までですね、一気通貫で、関わった珍しい事例になります。通常、設計、事務所は設計しかやらないんですけども、企画から運用まで知恵を出し合って参加した珍しい建物。仕事になります。はい。ね、で、一方で、こういった、全くちっちゃな建物を、まあ、作ってですね、これは今日参加している坂本さんの作品なんですが、非常に小さなトイレ、公衆トイレをしっかり作るってことで、
大規模な再開発もやりますけども、こういったちっちゃな建物も大事にして取り組むのが山下設計の特徴の一つですので、こちらも後で坂本さんの方から簡単に紹介していただけると思います。はい。では次に山下設計の働き方ということで、学生の皆様がですね、山下設計に入った時に1年目どんな風に過ごしていくのかということを簡単に説明していきたいと思います。まず1年目はですね、いきなり仕事に入るんではなくて、人材育成するって観点から、OJT プログラムというものを立ち上げて、1年間ここでみっちり育成をします。オン・ザ・ジョブ・トレーニングの略ですけども、仕事に関連した、ジョブに参加しつつ、そこで経験を積みながら育成していくっていうところが特徴になってますので、ただ単に基礎を学ぶんではなくて、実践のところから学んでいくっていうところが、このプログラムの特徴になります。入社して、だいたい1年間に対して、1つのプロジェクトですね、3ヶ月か4ヶ月ぐらいを1つの、期間として、それをまあ1年なので、4回あるいは3回経験していくってことで、まずは実践の講座と、レビット研修ですね。レビットっていうのは 3D CAD でございますが、この研修をしながら、ジョブに関わって学んでいくと。それと、そのジョブのとこにですね、先輩たちがついてますが、そこでブラザーシスターっていう制度で、直接、仕事に関わってる、上司というか、今日参加されてるような若手の、スタッフがですね、中心になって、いろんなサポートをするような仕組みを、作っています。あとは一級建築士の取得ということで、今はですね、学生の時から一級建築士を、試験を受けている方がいらっしゃると思いますが、そうでない方についてもですね、1年目からなるべく一級建築士取れるようにさまざまなサポートをして、仕事にあまりこう時間がとらわれないような形にして、一級の勉強をする時間もうまくコントロールするってことを大事にして、OJT プログラムってものを作って、1年間皆さんにここで鍛えていただくというのが、私たちの会社の特徴になっています。そして、多様な働き方ができるということで、誰もが力を発揮できる環境を作るということで、今まさにですね、オフィスの環境を整備している最中です。4フロア、5フロアか、5フロア今、借りておりますが、そのうちの3フロアが、設計業務に携わる皆様が働いているフロアになっていますが、どうしても3フロアで階で分かれてしまってますので、様々な工夫をして、なるべく皆さんと顔が合わせるようなオフィス環境を作るために、例えば、真ん中のオフィスを会議、打ち合わせ、集中型のオフィスにするとかっていうふうにしたりとかして、なるべくこう座席から離れて、いろんな方々と触れ合えるようなオフィス環境を、進めています。リモートワークも中心に、様々なコロナの対応にも対して、全社的にやってますし、サテライトオフィスといって、他の本社あるいは支社に行かずにですね、近くのサテライトオフィスに、を使って、作業することもできます、はい。あとはフリーアドレス制にしていきますので、好きな場所で仕事ができる環境を今まさしく、整備している最中ですね。まだ 100% できていませんが、もう少しすれば、多分皆さんが入っている頃には 100% フリーアドレスになっていると思います。はい、そして女性、最近男性でも多いますけど、多いんですが、子育てサポートということで、産休育休、あと時短勤務というものも制度として入れています。女性が中心なんですが、最近は男性もですね、育休を取られる方も増えてますので、こういったサポートを会社するということで、いろんな環境に対してですね、仕事がしやすいような、取り組みを今やっております。あとは女性の働き方ワーキンググループということで、女性が中心になって様々な、課題点を洗い出しして、会社にそれに対して、
提案をしていくような、そういう取り組みもやっております。で、労働時間ですけども、基本的には1日 7.5 時間勤務を中心に、フレックス制をとっております。で、まあ、そうは言っても残業はなくはないのですが、基本的には、時間外労働時間の上限を設定して、それを超えない範囲で、適正な労働環境を、作り上げるように工夫はしております。あとは長期の休暇取得制度ということで、夏休みだけではなくてですね、いくつかの制度を使って長期的に休むことも可能な、形をとっております。そしてチームでの仕事を大事にするということで、まあ、どうしても年齢に応じてですね、経験がなかなかこう、ものを言うことで、分かって入社ばかりの方々がなかなかこう、意見が言いづらい環境っていうのは想像できるんですけども、山下設計についてですね、そういった垣根を、超えるためにですね、若手が中心になったスキルアップ活動っていうものを仕事以外にやっています。例えば、イエッドっていう仕組みはですね、若手が今一番興味を持っているものを、プレゼンテーション形式で発信して、いろんな方々と共有を図るような、そういった運用とかですね。あとは、YWG って言いまして、こちらは、いろんな様々な時代の要請に対して、山下が取り組むべきことをテーマに掲げて、ワーキンググループを開催したりとかして、でそこで若手の意見をなるべくこう、集約をして、コミュニケーションを図るような、そういった場を作っております。それ以外に、社内ウィキですね。こちらは悩み相談ですね。なかなか言葉で聞きづらいようなものをですね、メールなり、SNS を介して、いろんな方々のベテランの意見を、まあ、聞く。そういった、やり取りができるような、システムを、作って、これが蓄積されていくと、今度は自らが、ウィキを使って、様々な課題に対して、答えを、そこから導いていく。そういった、まさしくウィキペディアのような仕組みをですね、社内に構築しているのが特徴になっています。はい。あとは、一番これ、興味があると思うんですけども、勤務条件というところで、まあ、先ほど説明した通り、フェックス制を取っていたりとかですね、あとは、休日はちゃんとありますよとか、給料につきましても、今画面にお示しした通りですね、こういった金額で、給料が設定されていますとか、こちらは時間があるときにゆっくり見ていただければいいかなと思いますので、ちょっと説明は割愛いたします。はい。で、最後にですね、今年2024年度の新卒の採用の、応募詳細ということで、応募のですね、学生さんのターゲットは、M1 と3年生になります。2023年、来年の1月16日に、エントリーシートをですね、筆着で出していただくという形で、応募の詳細を今、ホームページの方で詳しい詳細は、載せてありますので、興味ある方はこちらの方に入っていただいて、詳しく必要書類を調べていただければいいと思います。で、一方でですね、今、4年生の方、あるいは、これから、M2 の今、これから、修了政策を作ろうとしている方も、これから、就職したいよっていう方もいらっしゃると思いますので、まあ、そういった方については、この、スケジュール以外にですね、別の方法で、応募できるような、仕組みを今考えておりますので、もし、4年生、あるいは、M2 の方で、山下設計に、興味ある方はですね、藤村先生を介して、ちょっといろいろどういう時期に、山下新卒採用の時期を見とけばいいかとかっていうスケジュールをですね、また相談ベースで、こちらも考えてきますので、遠慮なくですね、いろいろと、参加、応募の方をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。以上がですね、会社の説明になります。このまま、引き続きその次の方に流れていってよろしいでしょうか。
はい、どうもありがとうございます。すごくコンパクトに会社の雰囲気をね、分かりました。作品はあれですね、ちょっと、はい、なんていうんですか、官庁発注の庁舎っていうイメージを崩してというのか、そうですね、民間組織開発とか、はい、そうですね、谷さんの、まあ、ご一緒にされてるやつ、東北ホテルの新興館ですとか、はい、まあ、グリーンスプリングスですとか、最後のトイレの、いい声の森のような、ユニークなプロジェクトを中心にご紹介いただきまして、この後、それぞれご担当されたプロジェクトの方で、まあ、なんていうんでしょうか、ある意味では、まあ、お箱のというか、庁舎の方もご紹介いただけるということで、そちらも楽しみにしております。はい。じゃあ、早速ですけども、はい。そのままでは、作品の方のご紹介もいただけますでしょうか。はい。はい。じゃあ、私の方から、芸大の OB 代表として、今の、進行しているプロジェクトの簡単な説明をしていきたいと思います。自己紹介先ほどしたので、このページをちょっと割愛いたします。はい。軽井沢新庁舎ってことで、お箱ですね。庁舎は我々得意なので、特に私はですね、庁舎ばっかりやってますので、その、今ちょうどやってる最中の仕事を簡単に紹介したいと思います。場所はですね、軽井沢ですので、目の前に見えている山は浅間山ですね。で、こういった浅間山のふもとにですね、雄大な風景の中でどのように庁舎を建てていくかということで、限られた敷地をいっぱいいっぱい使いまして、なるべくベタッと低層に作って、で、外壁はほとんど屋根で覆うような形にして、風景との調和ですね、そういったものをなんとか取って風景と一体的になるような、そういった建物を目指そうということで、提案しています。これはプロポーザルの時のパースでございます。で、ちょっとこれはですね、面白いんですけども、プロポーザルで、20名の会社が参加されてですね、2時残ったのがこの今画面に出ている方々で、見ての通りも大御所揃いですよね。北原先生はじめ、熊さん、佐藤総合っていうのは、組織事務所で、まあ、弊社のライバルですね。で、シーラカンス、で、バーン・シゲルさん、で、藤本壮介さん、ということで、最後、山下設計、ということで、こういった、世界的にも有名な建築家の方々と勝負をして勝つっていうのが、非常に、魅力的な、ところだと思いますが、こういった、ところで勝負することも、可能になります。で、これがですね、今の現状の模型になりますが、これもですね、非常に繊細に作ってるんですけども、こういった柔らかい屋根の表情をなんとか、表現するために様々な材料を今検討しております。はい。で、特徴はですね、やっぱりこの屋根なんですが、目の前にですね、ちょっと白くて見えづらいかもしれませんけども、まあ、病院が実はあってですね、軽井沢病院ですね。で、これ全く違う敷地なんですが、同じ町の、重要な機能ということで、あえて無視をするんではなくてですね、しっかりとこういった形で対面を向いてですね、翼を広げるような形で病院全体を囲むようなランドスケープと屋根で構成する提案が、プロポーザルの強化の、点数として高い部分でございました。で、7社いる中でこういった病院も含めて一体整備を提案したのは、うちの会社だけでした。あとは皆さん全くこう軽井沢病院なんか無視してですね、浅間山との関係ばかり歌ってたんですけど、我々は浅間山も当然意識しますが、目の前の軽井沢病院に対してもしっかりと意識したデザインでということで提案して、うまく勝ったというところが大きな勝因ですね、なっています。で、ちょっと簡単なムービーをここでちょっと見せていきたいと思いますけども、
こういった雄大な浅間山の風景となんとか一体感を出すために大きな屋根でですね、囲った建物になっています。浅間屋根っていう名前をつけてですね、浅間山とほとんど同じような勾配で、緩やかな勾配で屋根を形成しています。で、本当にランドスケープと建築が一体的になることをテーマにしてますので、中に入ったり外に出たりっていうのを、楽しめるような形でデザインがされています。植物もですね、あまり作り込まないで、軽井沢にもともとあった植物をですね、このまま持ってきて、いわゆるランドスケープで作り込むというよりかは、周りの自然をそのまま庁舎の中に入れていくような形で風景をつなげていくようなイメージで作ってますので、あまりこうランドスケープって感じないですね。ほとんどもう里山の一角をこう引っ張ってきたっていうような感じの雰囲気で緑も作っております。でちょっと中に入っていきますが、この建物の次の大きなポイントですね、R 字構造なんですが、緑と関わっている部分はですね、このように木造の構造になっています。で、木造もですね、ちょっと変わったトラス構造になっていまして、これは後でまた説明しますが、構造はですね、東大の佐藤淳さんに入っていただいて、やっぱり一緒にこう、チームになってですね、提案していただいております。で、今の構造なんですけども、ちょうど今ですね、木造の構造の計画をやってる最中で、上の青いのがその木造のフレームですね、大きな屋根を支えるフレームになってまして、でその下のトラスのモデルが出てますが、山並みユニット構造っていう名前をつけてですね、この山並みのような形のひし形のトラス構造を繰り返すことによって、面的な構造の合成を取るという仕組みを佐藤淳さんの提案で、今現状を進めています。で左側の模型に対して、右側の方がその材料を今、モックアップというか実際浅間山のふもとにある木をですね切ってきて、それが使えるかどうかっていう検証を今やってる最中ですね。軽井沢は杉じゃなくてですね、カラマツっていう松がですね、植樹されていて、建材にはあんまり向いてない材料でですね、曲がってるんですよ、結構。その曲がってる材料を、なんとか建材として使うために、いろいろと曲がってるのも許容するような形で、木造を作っていったら逆に面白いだろうってことで、そういった検証を今やりながら、検討を進めております。金松はどっちかというと家具とかですね、そちらの方の材料に向いていると言われてますが、あまり建材には向いてないので、いわゆる製材っていう形で世の中の流通材としてあまりない材料ですので、逆にですね、それがこの建物の特徴になってくるんじゃないかなというふうに思っています。はい。出来上がるとこんなイメージになりまして、丸太のトラスがそのまま内装のデザインとしてこう見えてくるということと、あとちょっとグレーの塊、石の塊がこうあると思うんですけど、これもですね、実は浅間石ですね。浅間山噴火した時に出来上がった溶岩が、軽井沢の街中にいっぱい転がってます。で、その溶岩の石を使って積み上げてですね、これが木造の足元の座屈を止めるための構造体として機能するように、計画しておりますので、浅間石と、浅間山の金松の2つの、地域材を使って建物を作っていこうということで、なかなか大変なんですが、今、その挑戦を、している最中になります。で、このプロジェクトですね、山下設計単体がやってるわけじゃなくてですね、私を中心に横にいる、私真ん中にいますけども、すみませんね、真ん中にいるのは私でですね、その右側にいるのが、一緒に今やってる三浦慎さんっていう、彼も芸大出身で、私の二つ上の
先輩です。で、たまたま一緒にやろうかってなって、一緒に組んで、無事にプロポーザル当選して、今も一緒にやっているという形です。で、それ以外にも、今説明した構造の佐藤淳さん。で、木造はですね、非常に木の、材料の選定から乾燥させたり、管理するのが大変ですので、この木材コーディネーターっていう、安田さんっていうのにも入っていただいて、今やっています。で、それ以外に、家具デザイナーの藤江和子さんですね。有名なのが、糸豊さんがやった岐阜の、メディアコスモス、メディアコスモスだっけ、岐阜の図書館ですね。すみません。名前と忘れちゃいましたね。の家具をやられてる方ですね。はい。で、それとあと、オフィスランドスケープということで、オフィスのレイアウト以外にですね、庁舎ですので、窓口の、作り方も含めて、この、パワープレイスさん、小山さんって方に入っていただいて、彼はですね、長岡の、熊さんがやった、アオーレ、長岡ですかね。それの窓口の、デザインをやられている方です。彼にも入っていただいてということで、こういったいろんな方々の山下設計以外のですね、外部の方々と一緒にコラボレーションしながら、いろんなプロジェクトに取り組んでるっていうことが、まあ、弊社はです、得意としていて、あまりこう、組織事務所で一貫してやれますけど、まあ、そればっかりじゃちょっと退屈なので、やはりいろんな方々の刺激をですね、得るために、こういった、形で組んでやっていくことも、結構、ありますので、まあ、そういった意味では、いろんな方と知り合えるチャンスが生まれやすい会社、かなというふうに思っております。はい、私の方は以上の説明で終わりますが、引き続き柴田君の方に行ってもよろしいですかね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、とっても挑戦的なプロジェクトだなっていうのがよく分かりました。うん、まあ、カラマツってだいたい修正材のイメージで、なんかあんまりこう、製材に使うって意味ないんですけれども、まあ、それを、こう大体にこう、使うことをご提案されて、非常に完成が楽しみだなっていうふうに思いました。あと、まあ、建築家のコラボレーションも、三浦さんも、芸大ですし、まあ、芸大のコラボっていうところも、元気の芸大生からすると、とても、興味深いところかなというふうに思います。はい。じゃあ、ありがとうございます。はい、では、続きまして、では、柴田さん、じゃあ、お願いいたします。あれ？共有されてるよ。大丈夫ですよ。されてます？されてます？あ、今、外れちゃいました。あ、外れちゃいました。大丈夫です？いや、まだ。されてますか？外れてる。外れてる。はい、一瞬入りましたけど、うん、入りました。入りました。はい。じゃあ始めます。当麻町役場です。2019年の竣工で、設計は2016年から2017年にかけて半年間で行いました。で、延べ床面積2700平米で、オール木造の2階建てです。で、当麻町は、人口6300人余り、隣接するのが北海道第二の町、旭川。で、それの衛星都市としての一つですね。基幹産業は、見えている、米を主体とした農業と、林業となります。で、計画のポイントとして2点、カラマツ120画の、一般流通規格材によるメイン大空間と、自立循環型木造利用の公共建築、地域モデルを構築ということになります。で、1点目のカラマツ120画の一般流通材でメインの大空間を実現。で、これが、見えているのがですね、職員の執務室になります。建物の中心に位置しています。で、見えている柱と梁は、120画で、かなり細いというふうに感じられるかと思います。で、見えてない、壁に隠れている部分も基本的に建物で使っているのは120画、となります。で、120画っていうサイズですけれども、まあ、これは一般的な、規格寸法で、住宅などにもよく使われるような、汎用的で手に入りやすいものとなります。
で、先ほどあの久保さんからカラマツの使いにくさっていうのをちょっと触れられてましたけど、まあ、この建物ではあのメインでカラマツ使ってるんですが、北海道で開発したコアドライというあのカラマツを無垢で乾燥させる、技術的な新しい手法が、これを建物建ったちょっと前ぐらいに、ね、できて、その技術を、新しく採用するっていうのもこの建物に挑戦して、見えている柱は修正材ではなくて、まあ、太いものは修正材ですけど、修正材じゃなくて無垢の120画のカラマツです。でこれが、執務室の平面の部分的な、絵ですけれども、柱が 3.64 メートルグリッド、天井高さが 5.1 メートル、でデスクを配置して、できる通路が60センチぐらいで、まあ、狭すぎず広すぎずといった感じで、一体感と親密感を、もたらしています。で以前の庁舎は、各課がバラバラに配置していたので、このように見通しよくまとまって配置、できたことによって、まあ、残業が減って、職員同士の連携も高まったというふうに聞いています。でこれ次が、議事堂ですけれども、この上部に見えているトラスも120画の、カラマツ材となります。同じ材ですね。で次に、自立循環型、木造利用の公共建築地域モデル構築と、なります。でこれは、冬の夜景ですが、手前の円錐状のものと、まあ、その背後に見えているもの、これが、役場の隣に立っている当麻町の公民館になります。で左側の奥に、まあ、引っ込んで見えているところがあの役場になりますけれども、でこの公民館は、木造、一部木造の、研修室を持っています。で次にこれが、まあ、同じ当麻町の、木育推進拠点のクルミナの木遊館という、施設です。で庁舎に先立って、もうはあの柱が林立するような、まあ、広い空間を、まあ、この建物で、実践しています。で公民館、そしてこの木曜館で庁舎という順番で、すべて、まあ、我々山下設計の設計で、すべて木造だと。で、ここに、至るまでに、まあ、地域の木材をどうやって建材として使えるか、まあ、先ほどのカラマツの話もありましたが、全部、まあ、カラマツですを、いろいろ挑戦をして、役場に至ったと、そういう経緯を経ています。でここで少し当麻町の、木の話を少しします。で当麻町の森林面積が1万3000ヘクタール、そのうち民有林が半分で人工林が、ほとんどというふうになっています。で、林齢が40年生が多くて、末期を迎えていると。でこれは、まあ、当麻町に限らず全国的な日本全体の、まあ、林業の傾向で、まあ、その針葉樹をいかに使うかっていうところが問題になってるんですが、当麻町ではですね、町の森林組合とともに、切って植えて育ててという、持続可能な未来へ向けての循環型の林業を、早くから実践してきました。で具体的には、官民挙げて難しいと言われてきた、木材の、産地証明品質管理を実現していますと。で裾野の広い林業において木材のサプライチェーン、トレーサビリティ、当麻モデルを構築して木材流通を活性化させてきています。で当麻町ではこの流通の仕組みをですね、持続可能なものへと定着させるべく、戸建ての町内の戸建ての住宅だとか、我々のやっているようなあの公共建築だとかに積極的に展開してきています。でそのうち120画材のような細物材、これはあの輸送も近距離で加工も小規模で、省エネですと。で、木遊館の子だとかこの役場の柱が林立するような空間構成は、まあ、120画の細物材を積極的に使うという、まあ、そういう姿を、実現するという意味でも、意義があったというふうに捉えています。で最後にローカリティ、私あの北海道支社に7年勤務して、最近今本社に来たというふうに先ほど申し上げましたが、まあ、今見たような、小さな、まあ、地域の建物、それはまあ組織で建設事務所にいてもできるということが、まあ、私を通しても実践証明できているのかなというふうに思います。
で、こういった、まあ、地域に根ざした設計、特に、まあ、北海道の場合だと、まあ、寒冷地の断熱とか雪とかに対応した設計っていうのは、まあ、本州とはかなり違っているところがあって、まあ、そういったものは地域の施工者と共同を重ねながら、知見経験を得て、進めて、いけることができますと、まあ、こういうのも、ローカルならではの醍醐味かなと思います。はい。で、まあ、このぐらいの規模の建物は、まあ、担当設計者が、あらゆる場面で、まあ、判断をしていかなければならないんですけれども、まあ、顔が見えるという意味で非常に面白い、やりがいのあるものかなというふうに感じています。はい、以上です。はい、ありがとうございました。まあ、ちょっと先ほどとたまたまカラマツということで続きましたけども、こちらもっと構造がすごいシンプルで、あれですね、真ん中のグリッドはじゃあ鉛直方向の水平力がこう左右に流してるっていう感じですね。はい、周りでがっちり固めて真ん中を軽くしてるという。うんうん、それもあれですね、写真だけ見ると、なんか、これで、あたかもこうラーメン構造のように見えるんですけども、まあ、周辺にこう水平力が流されていたりとか、まあ、いろんな工夫が見て取れましたし、それが120画で全部実現しているっていうのが、まあ、なかなか、いろいろこう、工夫を積み重ねていらっしゃると思いますし、まあ、そういう住宅用の資材を公共建築でどう応用できるかっていうのが、まあ、ゼネコン系の、まあ、大断面、修正材の、いろんな技術開発に、まあ、ある種別の流れを作ろうみたいな議論が今年山下省の、まあ、審査なんかでもちょっとご議論になってましたけれども、まあ、どういうふうにしていくかっていう蓄積が今まさにこういろんなところで積み重なって、まあ、いくのかなというところで大変興味深くお聴いいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは続きまして、今ゲダ OB のお二人から作品発表いただきまして、で今度はもう少し若い世代のお二人からまたプロジェクトをご紹介いただけるということですので、続きまして坂本さんお願いできますでしょうか。はい、画面共有します。でここに RC の方に、画面共有できてますでしょうか。大丈夫ですかね。はい、じゃあ、まあ、若手設計者が手掛けている仕事ということで、説明させていただきたいと思います。まずは私から説明させてもらって、次に古川が説明させていただきます。まあ、自己紹介は先ほど申した通りで、まあ、第二設計部という公共施設だったり学校を主に担当する部署に所属してます。で、まあ、現在は、現在この4つのプロジェクトを主に担当してまして、まあ、学校の、設計工事管理と、あとはゴルフのクラブハウスの基本設計、あとは今年完成したのが、まあ、先ほど紹介あった、熊本アートポリスの公衆トイレです。でまあ、こちらが新しい試みが結構多くできているので、まあ、こちら の作品を話しさせていただきたいと思います。で、まあまあ、まずはこのトイレの提案から実現までっていうのを全体通して説明したいなと思ってます。で、まあ、まずざっくり概要から話しますと、まあ、熊本アートポリスの一環で計画された木造の公衆トイレです。まあ、自然豊かな公園に立っていて、まあ、周囲の豊かな木々に、まあ、こう調和するために、まあ、一本一本表情が異なる丸太を、まあ、鳥の巣のように組み合わせて空間を作っています。もう屋根面積自体はもう120平米で、まあ、室内面積は30平米という超小規模な建築になっています。で、まあ、そんな小規模なプロジェクトを行うことになった経緯なんですけども、まあ、熊本アートポリスから35歳以下 のコンペというものが開催されているということを知って、まあ、新しい木構造を提案するっていうことを、まあ、名目にして、まあ、会社に参加したい旨を希望を出しました。
で、まあ、希望したところまあ、やっていいよということと、あとは取ったらそのまま仕事も取っていいというような許可を得られました。まあ、こういうチャレンジしたいっていうことに関してはすごく懐が深いなっていうようなふうに思いました。で、メンバーとしては衣装が3人で構造1人の計4人で応募して、まあ、提案書としては A3、4枚まとめて、で、まあ、見事、まあ、幸いにも、1等取ることができて仕事の受職につながりました。で、まあ、今回 の, 設計の最大の特徴としては建材として活用されていない細い丸太材を採用するっていうことが、まあ、今回の一番大きい提案になってます。で、まあ、昨今、まあ、脱炭素への貢献ということで、まあ、木造にすごい注目が集まっていて、で今回は、まあ、例えば製材四角い断面の製材ですと、まあ、丸太のものをこう四角く切るのですごく少し無駄が出てしまうんですけども、まあ、今回は木を丸々使うというような提案で、そういうメリットがあるということで提案してます。提案しました。まあ、ただなんでじゃあ丸太使われてないのっていうところなんですけども、まあ、丸太のデメリットとしては、まあ、加工接合部の加工だったりっていうのがすごい難易度が高いっていうところがありました。まあ、ただそこに対してレシプロカル構造という構造の提案と、まあ、それをデジタルファブリケーション、まあ、この2つの工夫によってまず課題を解決するっていうことを試みました。で、接合部が、まあ、普通接合部が1箇所に集中する柱あり、まあ、普通のラーメン構造よりもレシプロカル構造ですと接合部が簡素化できます。まあ、ここの写真見て分かるように、まあ、丸太に対して一つの接合点で、接合するっていうのはそういうシンプルな接合にしてます。で、続いて、まあ、丸太の加工自体が職人さんがすごい難易度が高いっていうこともあったので、まあ、全て 3D で部材をモデル化し、その仕口接合部のカットも含めて 3D モデルで作りました。で、その 3D モデルそのまま、まあ、このショップボットという CNC ルーターで加工するっていうことをやりました。で、実はここがすごく一番大変なところで、四角い角材を製材を加工する技術は全国にあるんですけども、丸太を機械で加工するっていうことがほとんどなくて、まあ、熊本県含め、まあ、全国にいろんなところに加工できないかみたいなことを電話していろいろ探した結果、まあ、最後はビルドとこの丸太の接合、丸太を固定するジグの共同開発することでカットできるふうに解決できました。これが実際加工している写真ですね。丸い形状に対して、丸い形状に対して加工するのはかなり難しいなっていうのをこれ見て分かると思います。で、まあ、丸太だけじゃなくて、まあ、今回、まあ、木の利用幅を広げるっていうのが大きいテーマとしてあったので、まあ、曲がりだったり枝分かれしたような広葉樹も柱にできないのかみたいなことは考えていまして、で、まあ、そういったことを熊本世襲である熊本県の営善課に相談したところ、ワークショップで、まあ、実際敷地の竜田山からワークショップで切り出すのがいいんじゃないかというふうに提案をいただいて、山下設計とあと熊本県、あと結果的には施工者と共同で2回のワークショップを開催するという運びにもなりました。で、実際に公園で撮った広葉樹っていうのは、まあ、柱になったり、あとは押し板になったりだとか、あとは焼き杉のワークショップをしてそれを外壁に使ったりだとかっていうふうに、まあ、そういった企画だったりとかも
私たちも自発的にやって行いました。で、また、製材時に端材になる、そういった材料外壁に使えないかなど、そういう普段流通材として使われてないものを使うっていうような試みを、至るところで展開しています。で、最後に、今回、すごい小規模な、山下設計ではほとんどないような小規模なものなんですけども、小規模だからこそできる新しい試みみたいなことが今回はたくさんできて、ただ山下のメインはこういった小規模じゃなくて、先ほど紹介あったような少し大きいものがメインになってくるんですけども、先ほどの軽井沢も丸太を使っているように、常にこういう大きい規模にも応用できないのかっていう広い視点で、提案をしながら、でかつ大きい規模にもそういったチャレンジしてできた新しい提案を盛り込むみたいなことができるんじゃないかなと、できるというかやっていきたいなという思いで11年目を過ごしてます。以上です。はい、ありがとうございます。今年度山下賞も受賞されまして、そちらも大変名誉なことかと思うんですけれども、同時に社外でも非常に話題になったプロジェクトですので、記憶に残っている方多いと思うんですが、今の話もあったように、なんて言うんでしょうか、図らずも今ご紹介いただいた3作品共通するんですけども、例えば住宅の120画を応用するとか、カラマツを何て言うんでしょうか、製材のまま使うとか、今回の丸太を使うとか、そのスモールネスとビッグネスのこう間みたいなやつをこう割とこうつなごうっていうのは、これすごい意識的なんだなっていうのがすごく、山下賞の時もそういうふうに感じましたし、すごく改めて印象強く持ったんですけども、熊健吾さんが、その時も言ったかもしれません、熊健吾さんがやっぱりそれすごく言ってて、丹下健三と自分が、例えば違うところは、丹下健三はどんどんこうアーバンデザインになって、どんどんビッグスケールにこう、拡大していく一方だったんだけども、小さいスケールに、例えば熊さんがこう、すごく実験的な構造を茶室でやったりして、それを応用してこう建物を作っていくみたいなことを、常にやっておられて、そういうふうには丹下は絶対やらなかったと。で、そこは全然違うところだなと自分で思ってるとかって言っておられて、なんか割とそれと同じこう、なんていうでしょう、問題意識みたいなものを、共通して、感じました。で、もしかしたら、今日芸大ということもあるから、そのクラフトなことが好きな芸大の学生に対してすごくその辺をこうアピールしてくださってるのかもしれませんけども、なんかたまたま共通しててすごく興味深いなというふうに思いました。それではですね、続きまして古川さん、お願いできますでしょうか。はい、共有できてますでしょうか。では、坂本くんと同じ入社11年目の古川です。ご説明させていただきます。私は多分ちょっと、出身は都立大から東大で、で、学生時代は割と都市的なスケールの研究をしながら、一方で結構パビリオンとか作ったりしていたので、就職活動するときに、なんかもう大きいものから小さいものまで、携われる会社に入りたいな、っていう中で探している中で山下設計に入社しました。で、ちょっと先にですね、私どんな経験してきたかなっていうのをちょっとご説明したいなと思っていまして、というのも結構他社さんの全部知っているわけではないんですけれども、結構私はこの10年で、いろんな、ちょっとここ左に出ている15平米のイベントブースから30万平米 の、 再開発、これどちらかというとコンセプト提案なんですけれども、そういういろいろな規模の仕事を経験できたかなと思っています。また用途も多分ほとんどの部署、私はたまたま経験することができて、
で、そういうちょっと好奇心旺盛な私にはちょうど良かったかなというふうに今思ってます。で、多分大体皆さん同じかなと思うんですけど、大体5年目ぐらいまではいろんなコンペですとか、いろんな基本設計、実設計を、まあ、様々な上司と一緒にやりながら経験を積んで、で、大体5年目ぐらいになってくると、まあ、建築の中での、まあ、中心となって、仕事をまとめていくっていうふうな、何でしょう、フェーズに入ってきたっていう形ですね。で、今は大体10年目ぐらいになって、まあ、全体をまとめるような、またちょっと規模も大きくなって、今4万平米ぐらいになってるんですけど、そういうちょっとまた次のフェーズに来たかなっていう今感じで過ごしてきています。で、今日は、最初に私5年目から携わった1500平米の斎場をちょっとご説明したいなと思っています。というのも、この案件はですね、この富士山のふもとで作った斎場なんですけど、プロポーザルの提案の段階から割と中心でプランから書かせていただいて、で、最後現場の設計管理まで、人数も、まあ、少なかったっていうのもあるんですけど、中心でやらせていただいて、また構造、設備、電気、みんな大体5年目以下、スタートした時5年目以下のメンバーで結構まとめた案件っていうのもちょっと特徴的かなと思ってお話できたらと思っています。で、まあ、ちょっとここに書いてるんですけれども、一般的な斎場って、割と動線に合わせて作る、まあ、工場まではいかないんですけれども、結構そういう作り方が多いんですけれども、私たちは、ちょっと小規模な斎場だったっていうのもあって、なんか落ち着きがあって、親しい家族で家のような場所で送れるような火葬場を作りたいなということで、プロポーザルから提案して作りました。で、で、ちょっともう、ランドスケープ、結構山の中に作ったので、ランドスケープデザイナー、オンサイトさんにもちょっとご協力、三谷先生ですね、ご協力いただいて、一緒にお相談して、森の中の斎場っていうのでちょっと考えたりとか、で、模型作ったりとか、あとは、先ほどちょっとレビットって話が出てたんですけど、私割と学生時代にグラスホッパーとかいろいろやってて、割とこういうのも得意だったので、いろいろ最初から空間構成を作ってお客さんにお見せして、何でしょう、こう、最初、独自のお庭から入っていってお別れして、で、そのお隣で、次の間のような、お家のような場所で、ここ全部家族でご占有して、お別れができるっていうような、斎場作りませんかっていうことでご提案して、まあ、いろいろ模型とかこういう 3D とかですね、でご説明して、いいですよっていうことで実現ができたっていうことですね。ちょっとこれは結構6年目ぐらいですかね、実際に打ち合わせしてて、すごい認めてもらって嬉しいなとかっていうちょっと経験をした案件ですね。で、実際にその後現場で所長さんとかといろいろやり取りをしながら、まあ、こういう形で実現をしました。で、まあ、いろいろ個人的にはこう収めた方が良かったかなとかいろいろ思うこともあったりはするんですけど、まあ、ちょっとこういう門間構えを作って占有できるお庭を作って、まあ、こうお庭を三種の川じゃないですけど横断しながら入っていって、で、まあ、門入るとこう富士山を前にお別れの場を作ってっていうのでまとめていったと。で、ここも次の間にすることで結構この地域は100人ぐらい集まってお別れする時もあるということで、まあ昔の何でしょう、昔の日本家屋ってその次の間で観光村祭もできるっていうような、まあ、そういうちょっと文化を持っているのをちょっと継承するじゃないですけれども、そういう形でお見送りできる場所できたらなということで計画しています。で、実際一緒に担当されてたお客さんも私と5歳ぐらいしか変わらない割と若い担当者の方で、一緒にここで市長さんとかも巻き込んでコンサートできたらいいよねみたいな、なんか話もしながら実際これ竣工式なんですけどやりたかったんですけど、ちょっとコロナになってしまってそれはできなかったんですけれども、もうこういう形でまた火葬場とは違う使い方もできるんじゃないかなっていうのをできたねとかってお世話さんと話しながらやった案件です。で、まあ、その他、まあ、こういうふうにちょっと5年目から9年目での割とその、まあ、20代後半から30代前半で一
通り経験しつつ、まあ、それ以外にも、こう海外企業への会社紹介の本を作ったりとか、ブース作ったりとか、あと、その今の案件の後にもう一個仮想場やってまして、割とちょっと私、今仮想場が得意みたいなキャラになってるんですけど、その時は議員説明をして、気がついたらテレビデビューしてたりとか、あと、30万平米の再開発コンセプト、これ実は割と私、郊外で育ってて、その地元 で、ちょっとやりたいですって手を挙げたら入れていただけて、でこれも結構お客さんに海外、オランダとかの駅紹介したりとかしていたら、お客さんがじゃあ連れてってよって言われて、一緒に海外視察に行かせていただいたりと、結構こう、自ら坂本くんのコンペじゃないですけど、やりたいですとか、こうしたらいいんじゃないですかっていうと、割と受け入れてくれてやらせていただけているなというふうにちょっと感じています。で、まあ、これを最後に、ちょっと割と、クライアントに誠実、割と人がいい会社だなと思っていまして、キャンプ部があったりとか、こう同期で、これ坂本くんですね、ブニョコ行ったりとか、ザハ飲みに行ったりとか、あと、ロサンゼルスで同期で行ったりとかっていう、結構、割と人もいい会社なので、ぜひ応募してみてください。はい。以上になります。はい、ありがとうございます。まあ、なんていうんでしょうか、まあ、こういろいろこう充実したキャリアを積んでいらっしゃって、すごくいいなというふうに思いました。で、まあ、今、たまたま、割とこう、若手中心でということだったんですけれども、こうそういうふうにこうジェネレーション固まるって、まあ、珍しいんですか。通常ですと、やっぱりこういろんな上席の方がいらっしゃって、はい、こう何階層かあってこうプロジェクトするというのが多いんでしょうか。まあ、実際にはもちろんもっと上の上司が上に見ていまして、監督というんですか、ちゃんとディレクションはしてくださるんですけれども、まずご相談に行くって感じですかね。割とちょっと他の案件でもお客さんとお話ししたと、結構若い時から打ち合わせに若い人とか中堅とかが出てきて説明して主導でやっている会社だよねっていうイメージを受けるんだよねというのは実際おせさんから言われたことがありまして、他社と比べるとたことがないのでわからないんですけれども、で実際図面でこう収まりのご相談とかを他の部署とやるときも結構そうですね、同じようなジェネレーションの人とかともやることは結構ありますね。はい、場合によるってのはありますけれども、はい、ありがとうございます。はい、じゃあご説明どうもありがとうございました。でこのまま何て言うでしょうか、質疑応答に入りたいと思うんですけども、学生の皆さんぜひちょっと聞いてる方私の方に質問寄せていただければと思うんですが、まずですね、最初の質問なんですけども、まあ、感想も含めてなんですけども、なんかすごく作品が多様だったので驚いたっていう、感想がありました。なんかアトリエに比較して、なんかこう、設計のこう自由度がないっていうイメージがあるみたいで、なんかその中で自由度が幅がこんなにあるのかっていう感じで思ったそうです。で、質問としては、まあ、皆さんのご意見でいいんですけれども、なんかこう設計の自由度っていうのがアトリエと比較してどうなのかっていうのを聞きたいらしいんですけども、なんか大きなスケールできるっていうとか、小さな王様にもアプローチできてるっていうのはまあ分かったんですけども、なんか形へと反映される過程っていうのがアトリエとどう違うのかについて、質問させていただけると嬉しいですとかって言うんですけども、どうでしょうかね。じゃあ私の方から、はい、お答えしますけども、もう基本的に同じ設計者ですから、それほど変わらないと思ってるんですけど、やっぱり組織事務所っていう、うん、まあ色眼鏡じゃないですけど、きっちりとした仕事をコスト、決められたコストの中で実現してくれるんだろうなっていう見方をまず先入観として入られてくるので、うん、その中で答えていくっていう意味では、そこである程度こう、うん、ハードルが上げられてるような状態ですね。うん、いつもそれを感じてます。ですので、うん、例えば今日お示しした作品ってのはその中でもかなり変わってる作品が多かったと思うんですけども、うん、ここに持っていくためには、その
ハードルをですね、うん、ぶっ壊すしかないんですよね、うん、あの山下設計だけどもこんな視点でもできるんですよってことをまずアピールしなきゃいけないっていうところが、うん、アトリエとちょっと違うところで、アトリエの場合は多分最初からそれを期待されてあの仕事につながることが多分多いと思うので、うん、まず自らそれその壁を乗り越えなきゃいけないって作業が、うん、組織事務所とアトリエの、まあ、一番の大きな違いなのかなっていうふうには思います。うん、なので、それさえ乗り越えてしまえば、うん、比較的変わらないのかなというふうには思います。うんうん、ありがとうございます。まあ、先ほどの軽井沢のプロジェクトですと、まあ、皆さんと組まれていたりして、あるいは種さんと組んだりとかって、いろんな方と組んでいらっしゃる、ということも今日よく分かったんですけれども、そうなってくると、こうなんていうんですか、発注者側だったり、社会だったりが、こう、期待するイメージが、まあ、建築家の方がいろんな自由な発想をしていただき、組織の方がきちんとマネジメントしていただいて、みたいな、なんかそういう役割分担を、まあ、イメージするんだと思うんですね、社会的には。でも、まあ、実際のところ、いろいろ組ませていただいた時の感触とかも含めまして、必ずしもそれだけではないというか、まあ、多分、今日見せていただいたプロジェクトを拝見していても、なんて言うんでしょうかね。そんなにこう、変わらないっていうんでしょうか。まあ、アトリエの方も、なんて言うんですか、昨今はむしろ、マネジメント能力もすごく求められて、で、まあ、その中でどう壊していくかっていうことでやってるっていうのはあんまり変わらない、そういう意味ではあんまり変わらないのかもしれませんし、ただなんか、そういう建築家とかチームの集合体と、大体俗人的に一つ二つのチームでやっているアトリエは、まあ、見せ方が違うっていうのは、まあ、だいぶ違うとは思うんですけれども、プロジェクト単位にばらしていったり、個別のキャリアに戻していくと、そんなに差があるのかなっていうのは、感じますけどね。なので、ちょっとその辺はまあ学生の方からすると、今日お話伺って新鮮だったところだったかなと思います。あと、どうでしょうかね。あとはですね。あとは、まあ、形とかってことに関してどうでしょうか。なんか、こう、まあ、これもイメージかもしれませんけども、割とモダンな建築が多いのかな。だから、ポストモダン、こう、今日例えば、坂本さんのご説明いただいたアートポリスもそうかもしれませんし、久保田さんの最初の、このカラマツが暴れていくとこを収めていくっていうような話なんかも、なんていうんですか、まあ、ポストモダンっていうんですかね。芸大で言うと、黒川哲郎さんって人がいて、90年代の終わりから2000年にかけて間伐材シリーズってやってて、丸太をガンガン使ってたんですね。それもやっぱ立場としては、やっぱりその、生産修正材が作っていく整然とした、まあ、そもそも木造もその頃はまだちょっと今ほど一般的じゃなかったから、鉄骨 RC でこう、作っていく公共建築に対して、間伐材のしかも丸太を使っていくって結構立場としては、まあ、カウンターであり、かつ、ちょっとポストモダンっていうのか、モダンな後をやってるんだみたいな感じで今だと見えるんですけども、割とそういうことを、組織設計事務所がやってるっていうイメージはもしかしたらなかったかもしれない。なんかその、金星な、すごくこう、金星の取れた箱、まあ、例えば、最初ご紹介いただいた米沢の図書館なんかは割とそういうイメージかもしれませんし、設備と構造がすごくエレガントに統合されているみたいな、まあそういうイメージが、まああるのかもしれなくて。そのあたりがですね、もしかすると、だんだんこう組織設計事務所の方でも、山下設計さんなんか特に、こちらから見てると、割とちょっとこう、なんていうんですか、変えてってるところ、イメージを変えてってるところかなというふうには思いました。で、学生課も一つですね、なんか山下設計っていう、こう、建築家像みたいなのって、なんかこう、目指してる感覚で皆さんの中で終わりなんでしょうか。その辺はどうでしょうか。作風みたいなものっていうんですかね。そうです。これは、じゃあ、ここに答えに言いましょうか。そうですね。ぜひ。はい。じゃあ、順番に、じゃあ、柴田くんから言いますか。特にないと思います。かなり、それぞれの担当者で、色が変わるかなっていうのは、僕は、まあ、山下設計来て思いました。組織事務所、結構そういうの、自然に統合されてるのかなというイメージありましたけど、結構バラバラで、それぞれのキャラクターによってできるものも様々だなという印象です。ありがとうございます。他の方いかがでしょう、坂本さん。はい。はい。
同じ意見になっちゃうんですけども、基本的に山下設計のとしての建築画像っていうのはなく、おのおので作っていくもの、おのおの個人が作っていくものなのかなと思ってやってます。まあ、まあ、そういう環境に染まってるので、そういう環境というか山下設計にいるので、まあ、環境に染まってるっていうこともあるのかもしれないんですけども、多分みんな、こう言うんじゃないかなと思ってます。うん、そうですね。ありがとうございます。ルカさんいかがでしょうか。はい。もうちょっと言うことがないみたいな。まあちょっとね。まあ、そうですよね。いや、じゃあちょっと具体的にちょっとブレイクダウンすると、かつての、まあ例えば、日系設計スタイルみたいなのがあって、どんなにでもこう、なんていうんですか、水平連想になっていくんだとか、あるいはゼネコンのカーテンウォールに対抗するか、やっぱりサッシュワークがとか、なんかそういうなんかこう、ある、なんていうんですか、テーマが、やっぱりあった時期があって、で、かつ、例えば山下さんなんか、山梨さんとか出てきた時に、別の方が、そうやって個人が出てくるっていうのはすごいびっくりしたって坂口さんなんかが言ってて、それは、なぜかというと、日建設計の場合は部長、設計部長がすごく偉くて、設計部長のレビューっていうのはとにかく怖かった。80年代はそういう感じだったらしいんですね。で、組織設計事務所ってなんか設計部長さんがこうレビューするみたいなイメージも、まあ、以前だとあったと思うんですけど、今そういうこうデザインレビューみたいなのって、社内で、こう、割とこうよくやるんでしょうか？それともこう、あんまりむしろしないっていう感じなんでしょうかね。そのあたりどうでしょうか？ですね。じゃあ私の方から説明しますけど、古川さんの質問か、うん、あ、そうですね。じゃあ古川さん、もしよろしければ、はいはい。まずお答えいただいても。そうですね。一応デザインレビューはあるんですけど、うん、いわゆるそのコンセプトとか、そのデザインの方向性っていうのは、結構その担当者にも任せられてるというか、まあ、担当者を軸として、大学のエスキスじゃないですけど、でもやはりいろんな人とディスカッションしていくことによって見えてくることとか、より良くなっていくことがやっぱ、まあ、それが建築の面白さ。でもあると思うので、まあ、そういう場としてみんな使っているというか、場として捉えています。はい。なるほど、ありがとうございます。大学のエスキスってすごく分かりやすいですね、イメージ。まあ、今日は大学だから、大学のスタイルってないっていうか、今、芸大も例えば、まあ、昔だともうちょっとこう、なんていうんですか、昔っていうのはもっと昔は、その吉村スタイルとか、吉田スタイルとかあったのかもしれませんけれども、あるいは東工大で言うと、篠原スタイル、坂本スタイルって、まああったんですけども、まあ多分昨今はだいぶ、解体されてて、で、まあ、こう、なんとなく共通の関心というか、こう、ルーツみたいなのあるんだけど、まあ、だいぶ自由だなっていう感じがあるんですよね。多分まあ、おそらく、山下設計さんも今そういう感覚で皆さん取り組んでいらっしゃるのかなという印象を持ちましたが、コートさん、すみません。先ほど、お話少しされかけて。そうですね。まあ、そうは言ってもですね、もう何でも自由にやれっていうわけじゃないんですよ。さっきのデザインレビューも、山下設計の、仕事を取ってくる一番大きなものがですね、コンペ、プロポーザルなんですよね。で、これで、何割かな ?7 割ぐらいは多分これ取ってて、あとは、匿名とかですね、今までの仕事の付き合いで、お仕事いただいてるっていう形が多い。大半がもうプロップコンペでやってるので、その段階でですね、プロップコンペの提案のレベルでデザインレビューをしっかりやって、で、撮るだけじゃなくて、撮った後にそれが作品として成立するかどうかまで含めて、かなり厳しくレビューはするのは事実ですけど、大事なのがですね、私もデザインレビューする立場ですけども、私の考えを押し付けるんじゃなくてですね、その彼らが挙げてきた提案をより良くするために、で、こういうアプローチしなさいとかっていう言い方をするので、そういう意味では、山下流とか、山下っぽい建築にならないのが、そこの大きなポイントかなというふうに思います。多分、山下の建築画像ってもしあれば、それはある程度押し付けながら、山下はこうなんだっていうことを言いながらレビューしちゃうと思うんですけど、それを一切してないっていうのが多分今の若い子たちが山下の建築画像がないっていうのにつながってるのかなと思います。うん。なるほど。
まあ、あれですよね。強力に一つのアイデンティティ束ねていくっていう、やり方ではない方向を、まあ、むしろ社会的にも評価するっていうんですかね。まあ、ダイバーシティとか、カラフルみたいな、こう、表現が強い時代でもあるので、まあ、もしかすると、特に今はそういう感じに、なんていうんでしょうか。チームとしてもそういうふうに取り組んでおらっしゃるのかなというふうに、思いました。このあたりはちょっといろいろこう、議論も尽きないところであるんですけども、ちょっと時間も限られてきてますので、そうしましたら、今日のお話の中でですね、本当に何て言うんでしょうか、ある程度こう、すごく世相というのか、庁舎っていうことで、公共建築っていうことで、こう、公共的な関心で、例えばその木材利用とか、そういう、こう、共通のテーマがあるというところも、興味深く拝聴しましたし、その中でも特にその、なんていうんですか、カラマツを製材で使ってみたらどうかとか、丸太を使ってみてどうかとか、それぞれ120画で使ってみたらどうかとかっていったことを、チャレンジしてらっしゃるということが、すごくよくわかりましたし、古川さんがご紹介いただいたように、若いチームで組んで、こう、キャリアの中で、こう、プロポーザルから設計管理まで、担当させていただける会社だということもよく、わかりまして、まあ、どういうふうに、こう、作品を作ってらっしゃるかとか、どういうふうに、こう、キャリアを積み重ねてらっしゃるのかということが、すごくよく、具体的に、イメージできるようになったかなというふうに思いました。ですので、もし、まあ、今日は、特に芸大向けということで、少しアレンジもしていただきましたけれども、興味を持った、方はですね、ぜひごエントリーし、チャレンジしてみてはどうかなというふうに思うんですけれども、今後のスケジュールにつきまして、最後少しご案内をいただけませんでしょうか。そうですね、もう一回ちょっとじゃあ、私の方で。はい。もう一回おさらいでですね。今画面に出てるのは、あくまでも、大学の3年生と、M1 の方を、ターゲットにした時の採用のスケジュールです、これ。で、芸大の方はですね、多分、衣装、あるいは構造、衣装か都市計画の方からの参加になると思うので、上の段の2023年の1月16日の月曜日必着でエントリーシートを出していただきたいと思います。で、詳細はホームページ見てもらえると分かるんですけど、基本的には履歴書ですね。履歴書と、あと、A3 2枚の、自己アピールするための、用紙ですね。その確か2枚。が限度だったと思うんですけど、そこで自分の今までの作品とか自己アピールするためのプレゼンテーションをするための、まあ、用紙として A3 2枚を出していただくような形になると思います。はい、で、それが通れば2月に入ったらですね、今度会社説明をさせていただいて、で、最後には役員面接を得てですね、役員面接が多分2月の終わりぐらいだと思うので、内定が出るのが多分3月の頭あたりかなという形になります。はい。で、一方でですね、M2 の方、4年生の方がぜひ、今年受けたい、今年、来年の枠か、来年の4月から入社したいって方もいらっしゃると思うんですよね。卒業してしまうと。ですので、その枠も含めて今検討しておりますので、ぜひですね、こういう時期であれば、エントリーシート出せるよとか、あるいは会社に来て、いろんな話が聞きたいよっていう、そういった方がいらっしゃったら、藤村先生を介して私とつながるような形に多分なっちゃうと思うんですけども、まず藤村先生の方にその話をしていただければ、私と藤村さんの方で、そのスケジュールとか具体的な進め方をお話しさせていただいて、検討していきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあ、ぜひ、芸大の皆さんは、ご応募いただきたいと思うんですが、最後に、もしよろしければ、柴さん、芸大建築 OB ということで、少し、
後輩にですね、一言メッセージで最後、ワインにしたと思うんですけども、芸大生この辺アピールしたらとかですね、何か先輩としてこう後輩に少し期待するところなど、いただけないでしょうか。はい。私はちょっと芸大出てから、いろいろ、紆余曲折、アトリエ事務所に行ったり、いろいろ、地元に戻ったり、いろいろ、いろんな道を辿ってきたので、直接的には、どうかっていうか、僕も芸大の時は、卒業の時はあまり、こんな、まともに就職活動もせず、なんとなく、アトリエ事務所に来られ込んだみたいな形だったんですけど、なんでしょうね、芸大生は作品作ることにすごく注力しすぎて、就職ってあんまり疎い人が多い、今もそうなのか分かりませんけど、当時はそうだったので、でも器用な人多いと思うし、優秀な人多いと思うんで、作品でそれを物語れば、伝わるものも伝わると思うんで。頑張ってほしいと思います。はい。わかりました。ありがとうございます。またちょっとこれを機会にぜひ、母校にも来ていただきまして、後輩にも時々、またレクチャーなどしていただければと思いますけど。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。じゃあ、すいません。長時間にわたりましたけども、皆様に貴重なお話を伺えて、とても有意義な時間になりました。久保田さんはじめ皆様、貴重なご時間ありがとうございました。では、今日のセミナーに関しては、これで一旦終了とさせていただければと思います。はい。はい。